こんにちは。皆さん、こんにちは。シンガーミラノのミラノ通信。パパラカイです。よろしくお願いします。スキッチレギュラーで。そうですよね。そうなんです。はい、今日から。あ、今日から。そうなんです。正式にね。ありがたいことにちょっとフェイスブックとかでも告知をさせていただきましたが、パパラカワイさんに、月第4週目の金曜日、今日は9月27日でございますけれども、はい、レギュラー出演をありがたくもしていただけることになりました。泣いてもいいですか？そんなに嬉しいですか？はい、本当に嬉しいです。そうですか。はい、まあこのね、月1だからね、あと何回できるか分かんないですけどね、はい、その寿命のことを考えて、寿命大丈夫です。ギターがちょっと倒れかけておりますが、はい、やはり河合さんファンからも、はい、いろんな喜びの声が、あ、そうですか、はい、寄せられてますので、ちょっと今日はちょっと質問、もう質問とかもういただいているので、いろいろ次々としてよろしいでしょうか？いや、もちろん、はい、何でも聞いてください、はい、気楽にやりましょうよ。そうですね、では初心表明などとかで聞いていただいて、初心表明はい、やっぱ喋るっていうのはね、すごい活性化するんですよ、脳が、と思いますね。あ、そうですね、やっぱね、デイサービスってあるでしょ分かんないかもしれないまだ言ってませんデイサービス、いや、うちの母親はデイサービス行ってるんですよ、月水金と。月水金、はい、で、やっぱ96歳で、そうそう、96歳なんだけど、やっぱ行って人と喋るっていうのが大事なんです。家でずっと閉じこもってると、どん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 脳が萎縮しちゃうというか ね、脳細胞が死んじゃうというか、はい、やっぱ喋ること、喋るってものすごい脳みそ使うから、そうかもしれませんね、みたいですね。で、何しろその河合さんって、私はテレビとかで拝見して存じ上げていたのに、まあ、このね、アズーリを通じてこう、ね、ご縁あって、こう曲の関係でね、オープニングソングの関係で、ご縁いただいて対面することになったんですけども、ありがたくも。で、その第一声が本当に、ああ、ようこそみたいな感じで、本当にこう緊張をほぐすって、もうそれでほわっと幸せになる、そういうオーラをお持ちですよね。ああ、ようこそって俺が言ったんですか？はい。ああ、そうですか。はい、なるほど。はい。あ、そうですか。こう、本当にいい、こう、オーラ、素晴らしいこう、ね、オーラをお持ちですよね。ああ、そうですか。はい、もう言われたことないです。本当ですかね。いや、みんなそんなに面と向かって言わないかもしれない。ああ、まあ、そうですか。でも、あれだけのあまたのファンがね、途切れずにいらっしゃるっていうことは、その私もおこぼれに預かって、いろいろこのね、番組も活性化しておりまして。ああ、そうなの。そうなんです。それはいいですね。もうありがとうございます。だから私の普段関わってるミュージシャンというのは、まあ、ジャズじゃないですか。で、まあ、番組も当初から出て、開局、私 の, スタートから出てもらってますけど、最近その河合さんを通じていろんな方から、河合さんがお出にならない時も、メッセージって、こんな、すごい楽しいね、でわーわー、ありがたいね。ああ、そう、もうなんかテンション上がってます良かったです。ありがとうございますということで、こんなにありがたい展開がありまして、で、まあ、いろんなSNS でも、本当にそんな一緒に、河合さんと一緒に いる空気に、ね、同じ空気にいらして羨ましいですっていう、なんか、本当ありがたいです。だからこう抽選でね、ジプロックに空気入れてプレゼントしようかななんて人生何が起こるかわからないですね。そうですね。はい、だってずっとジャズの世界でいたら、はい、なかなか知り合うことはないじゃないですか。そうなんですよね。ちょっとした縁でね。はい、ね、はい、俺もそのジャズシンガーの人なんて一人も知らないから。あ、そうですか。知らないですね。この間フォークシンガーの方をね、まあ、フォークシンガーは一応、まあ、ポップスの世界だから、ね、ジャズシンガーっていうと結構アングラな感じじゃないですか。
そうですね、もう本当に、うん、夜な夜などっかのクラブで歌ってるみたいな夜ですもんね、うん、まあ、クラブで歌うみたいな基本夜ですもんね、うん、はい、ですよね、一番有名なジャズシンガーって誰ですか。まああの天海安子さんとか。そうですね、やっぱりあのそのそれぐらいしか知らないもん。でもそのジャズブーム、ジャズシンガーのブームを作ったのはやっぱり天海安子さんですよね、うんうんうん、あとその後あの弾き語りであのニューヨークから帰ってきました綾戸智恵さんとか。いやもうそれになるとちょっとよくわかんない。あ、そうですか、うん、あとマリーンさんとか。マリーンさん ね、マリーンさんは、あのフィリピンの人だよね。そうですね、今またいろいろ大きなビルボードとかそういうところでやってらっしゃいますね。マリーンさんは一時ほらよくテレビに出てたじゃないですか。出てますね、はい、だからコマーシャルとかね、うん、はい、ただヒット曲とかあるのかな、ええ、マリーンさん、ええ、あの宝焼酎って、宝焼酎のコマーシャルで出た、うんうん、ええ、あのちょっと今タイトル思い出せないんですけど、うんうん、そちらがもうあのずっと名曲として、やっぱり今もその彼女のコンサートではそれを聴きに聞きたい、うん、聞きたいっていうファンが聞かれますね。ああ、そう、どうなったですか、はい、ね、ちょっと思い出しますのでお待ちください。何ですか。それであっ、河合さん、ちょっとその前に、うん、ファンの方から、はい、あの、番組ファンの方から、はい、うん、コメントいただいておりますが。ああ、そうですか、はい、ありがたいです、はい、今日はですね、うん、9月27日は世界観光デーということです、うん、1980年に世界観光デーなったそうです、はい、ありがとうございます、うん、マキさん、情報、うん、はい、スペインで開かれた世界観光機関で定められた日ということで、うん、国内より海外に行こうという目的、そして河合さん、ミラノさん、うん、行ってみたい国やもう一度行きたい国はありますかということで。これ難しいね。そうですか。あの行きたいとこ、いやいや、そうでもないですよ。行きたいとこは1個あります。どこですか。台湾。台湾まだ行ってないんですか。行ってないっす。意外です。いつでも行けるっていう感じで。そうで、あんまりコンサートとかもなかったから、まあ基本コンサートで行くみたいな感じなんだけど、仕事でね、旅行で行くってほぼないから。あ、プライベート旅行で行きたいですか、台湾は。行きたいですね。まあ仕事で行くことはないと思うんで。あ、そうですか。あの友達がね、台湾旅行行ったよってラーメン食ってきたよって、で意外と安くて、101回だっけ。あ、いやいや、行きました行きました。で、あれが良かったよっていうから行ってみたいな。そうですね、あので意外と安いんでしょ。安いし、その新日ですよね、うんうん、だからあの日本語困らないんですよ。あ、そう、はい、あの言葉が困らなくて一回しか言ってないんですけど、よかったですね。よかった。天津が美味しくて。あ、そう、はい、もうあと町中やっぱりあのね、いろんなフードコートとかがあって本当に手頃なんですね。かき氷がなんか結構不思議な、あとこう豆が乗ってたりするかき氷。ああ、まあゴンチャみたいなね。あ、そうですね、はいはい、あれはまあ黒いなんだっけ、ブヨブヨっとしたの、はい、あのなんだっけ、タピオカ。あ、タピオカ。そうそう、うん、あと果物がね、あの豊富ですよね。まあ南国だからね。ね。あ、そう。あ、意外や意外、あの台湾っていうのは。うん、台湾。いつでも行けるので、いつでもいらしてください。でも忙しくて行けない。そう、やっぱ1週間ぐらい休み欲しいじゃないですか。いいですよね。そうすると1週間続けて休みってなかなかないんですよね。そうですね、もうこれからもっと大変ですよね、うん、まあでもとりあえず11月の17日に向けて、まあ、頑張って、はい、あとはまあ今までね、毎年まあ自分のペースでやってきて、はい、で急にあの今年忙しくなったから。そうですよ、ね、そう、もうね、疲れちゃって。疲れてますか。全然顔に出てませんけど。で、走ってらっしゃって、まあ、はいはい、走ってますよ、だからコロナが明けて、だからこの活動も活発化して、ランニングの活動も増えて、いろんなことが急に増えたんで。すごいですね。でもみんなそうじゃないですか。そんな中にありがとうございます。コロナでね、みんな止まってたから、はい、はい、ということで台湾に、台湾に行きたいと。はい、そうです。で、もしくは、はい、
そうだ、イタリアとかね。イタリア行きたいですね。そうね、ミラノって言われてね。ミラノ、はい、字は違いますけど。まあそうだね。はい、イタリアはね、やっぱローマ帝国の、その残滓というかね、そういうものがまだあるじゃないですか、はい、そういうのも見たいですね。いいですね。一回行ったことありますけど、それぐらいかな。はい、今でもまあちょっと物価は高いですね、きっとね。昔は安かったですけどね。まあでも今ちょっとまた円高になりつつあるんでね、ちょっとチャンスかもしれません。うん、私はですね、やっぱりイタリアはすごく行きたいんですけど、カンクンっていうところ行ったんですよ。メキシコのカンクン。メキシコでも、こう本当にカンクンってこういう細い島になって、もうホテルしかないんですよ。だから、ちょっとメキシコって治安が悪いって言いますけども、ホテルしかない島なので、もうめちゃくちゃ治安がいいんですね、うんうんうん、で、オールインクルーシブのホテルで。オールインクルーシブってどういうの？はい、もう全部冷蔵庫開けても、ただホテルの冷蔵庫のものって高いじゃないですか、うん、冷蔵庫開けてもただ、カフェに入ってもただ、レストラン入ってもただで、レストランもただなの？そうなんです。で、あら、でルームサービスもただなんですね。で、オール全部がインクルーシブね、はい、うんうんうん、で全部が海に向いてる、おー、部屋で、うん、なんで、ホテルのビーチもあるんですね、うんうん、でもビーチのこうビーチのベッドに座ると何飲みますかって、もうそれを聞いてくれて、それもただなんですよ。で、あーっと鳥が飛んでたらペリカンなんですよ。おー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 。なんかえ、ここはどこみたいな感じで、で、支払うストレスがないじゃないですか。はいはい。これは大人のおとぎの国だなと思いまして。うん、いいですね。ちょっとそれはね、富豪になった気分だね。ね、もう本当王様だね。で、ルームサービスなんてめちゃめちゃ高いじゃないですか。それが全部タダだから、なんか、うん、で、メキシコってそのタラベラ焼きって焼き物も有名なんですね。タラベラ焼き。はい。で、うん、そのバスの流しとかもその焼き物になってて、うん、おしゃれなんですね。はあはあ、で、中に部屋の中にジャグジーがあるんですが、それもタラベラ焼きのジャグジーなんですけど。部屋の中にジャグジーがあるんだ。はいはい、そうなんです。その広いジャグジーがこう大きいので、そこのヘリに全部家族で行ったので、ね、うん、全部ルームサービスの食べ物を並べてパーティー行った。家族で、はい、何人で？4人で行きました。4人で、はい、すごいね。16歳以下は泊まれないんですね。だからうるさい子がいないんです。なるほど。はい、何泊？それはでもね、中3泊しかできなかったら、もうちょっと行きたいですけど、まあ、3泊すれば十分じゃないですか。ただ16時間かかるんですよね、行くのに。そう、乗り換えがあって、あ、それも含んで、はい、ダラス乗り換えから3時間プロペラ機で、車中2泊とかね。そうです、ね、じゃあ実質ホテルに泊まったのは、まあ、3泊、はい、ああ、じゃあいいじゃないですか。でもあと2泊いたらあと2キロは増えるなみたいな感じ。それ、そのメキシコ旅行で1人いくらですか？はい、それすごい安かったです。その頃25万ぐらい。安っ。もっと安かった。それ何年前？10年前ですね。25万。え、安いね。安いですよ、今とてもいいから。今50万ぐらいするよね、多分ですね。ホテルが高騰しちゃって、あと航空券も高騰しちゃったじゃないですか。うん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 、うん、ね、ここに来てね。あ、そう。あれはね、そんな25万じゃ今星野リゾートとかとか泊まったって20万とか言うんですか。いや、だって星野リゾートとか、ね、1泊7万円とかだよ。でしょ、なんですよ。だから何あれって感じ。ねえ、もう普通に泊まれないよね。ねえ、そうなんです。うん、だからああいうね、ちょっとストレスフリーのね、大人なおとぎ話の国に行きたいです、また。なるほど。随分どこにしたやる話膨らみましたね。あ、そうですね、うん、いやでもね、ホテル高いよ、はい、今でしょ、うん、めちゃくちゃ高いですよ。俺浅草のホテル、今高いよみたいな話を聞いて、いくらするのかなと思ったら、最低3万ぐらいするのね。1泊 GoTo の時になって2000円か3000円、5000円で泊まりましたよね、GoTo、コロナの時ね、あ、そう、えー、それは泊まってないけど、あ、そうですね、うん、
もうあの赤坂とかのホテルが2000円とか3000円で泊まれたんですよ。だって赤坂泊まってもしょうがないじゃん。あの帰れなかったりしてライブで打ち上げが、ね、あったりして。へえ。タクシー代が2万ぐらいしちゃうんですよ。うちに赤坂から帰るって2万以上しちゃう。だったら全然2000円で泊まれたらね。その代わりちょっと次の日の 半日ぐらいそなんか無駄にしちゃう、ね。まあそうですよね。はい、へえ。あ、そうですか。はい。なるほどね。それでその、まあ、今までいらしてか海外でなんかすごい、うん、またあれが美味しかったからあれが食べたいとかのありますか。食べ物、はい、今度食べ物ね、はい、質問です。はい、食べ物はね、やっぱ香港が美味しかったかな。あ、いいですね。うん、香港はね、でも行ったのね、あれは90年ぐらいですよ、1990年ぐらい。要するにまだあの中国に返還される前。あ、その時よかったらしいですね。皆さん言いますね、返還される前だから。そうそう、イギリスが統治してた時代だから、その頃はやっぱうまかったですね。あ、なんかそれ聞きますね。うん、私それイギリスの当時時代は行ってないんですよ。うん、だから、あれがあの返還されたのが2000年ぐらいでしょ。そうですね。うん、だから1991年とか2年ぐらいに行ってよかったですね。やっぱり、あ、うん、それお仕事で。そうですね。はい。どんなところでやったんですか、コンサート。だホテルのなんか営業みたいになった。あ、そうですか。うん、余計いいですね。ホテルのどっかでやって、で、そうするとあの毎晩飯食いに行くじゃないですか。何食っても美味しかった。美味しいですよね、香港って。で、なんかこうなってるかな、割と東南アジアでもこうプライドの高い東南アジアって感じがするんですよね、人が。あのホテルの従業員とかなんか。まあ、俺の印象だと、東南アジアっていうより、中国って感じだった、やっぱり。あ、そうですか。うん、東南アジアもいろいろジャカルタとかタイとか、ね、フィリピンとか行ってるけど、東南アジアとやっぱり一線を画すというかね。はあはあ、そんな感じがします、香港は。そうですか。うん、ということで牧さんからの質問でした。はい、ありがとうございます。まあ、ということでね、はい、あの最近忙しいっていう話で。そうなんです。ね、何か聞かせて。うん、そうなんですよ。いただけるんでしょうか。もちろん。いや、聞いてほしい。はい、もう生きがいというね、新曲を出して、はい、これがね、まあ、どれぐらいみんなの心にあの響いてるのかよくわかんないんですけど、はい、もういろいろテレビとかもお出になってますよね。それで出てますね。はい、拝見しました。うち娘が動画送ってきても、はい、今ママ見て。ああ、そう。俺ミランさんの娘さん、はい、一人しか会ってませんね。一回どっかで見たこと。駅で待ち合わせしたので。そうですよね、はい、一瞬ね。だからまあ30秒ぐらいあって30秒、あって、それでね、顔忘れちゃったんですよ。ブブ、うん、一回しか会ってないからさ。そうですね、今また会って、ああどうのああどうのもんで、で、ああそうですか、はいはいはい。だからそれぐらいしか会ってないんで。多分あれ初回に出てくださった時ですよね。ああそうですか。寒い時ですね。はい、うん、はい。で、あっちゃったもう、すぐ別れちゃったんで、よく覚えてないんですよね、顔。顔、ま、似てますか、顔は。結構似てるって言われますけど、まあ、似てるのが、あの、内面が似てるのが長女で、割と外が似てるのが次女なのかな、みたいな、そんなところです。そうですか。まあ、ということでね、はい、生きがいということなんですよ。生きがいという曲でね、一応その俺らもね64歳、はい、65で、そうなるといきなり何のために生きたんだろうとかね、はい、人間って何で生まれてきたんだろうとか、やっぱり一丁前のことを考え始めるじゃないですか。ま、若い時は考えないでしょ。そうですよね、うん、はい、でそういう年齢になったよってことでこの曲をやってるんですけど、皆さんどうですか、生きがいは。生きがいですね、うん、生きがいは生きてきた甲斐があります。このような。あ、そう、本当に。でもまさか私本当ね、一小市民が歌を歌っている小市民がね、うん、こういった番組でご一緒できる、うん、素晴らしい方と出会い、ただね、コンサート行くだけでもまあ素晴らしいあの感動は得られるんですが、それをまたさらにね、あのこういった直接お話を聞けたり、でまた
アレンジしていただけたりね、うん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 、そういうのってあんまり考えてない、そういう幸せな未来が普通だんだんあの年齢とともにねこう加工してくるかもしれません、知れないじゃないですか。まあそうですよ ね。でもあこんな楽しいことってあるんだって思います。まあ、あの普通人生ってあの60歳ぐらいで、はい、まあ、一応社会的に、ええ、あのリタイアってことになってるじゃないですか6、まあ、65でも多いけど、はいはい、でもそっからあの水野さんの場合活性化してるじゃないですか、はい、いや別に65だって言ってるわけじゃないよ、ね、はい、65だって言ってるわけじゃないよ、うん、だからそこはやっぱりいいよね。ありがとうございます、うん、そういうのがやっぱ素晴らしいな、まあ、アスリーのおかげですね。そうだよね、うん、高橋社長、小町さん、うん、小町局長ありがとうございます、ね、そういいと思いますよ、はい、まさかのですよね、うん、本当に。だってラジオ番組若い時やってたわけじゃないでしょ、はい、うん、若い時はだって勤めにしてたわけでしょ勤めにです。何歳まで勤めにしてたの？それがね大卒で、うん、6年ぐらいしか意外と短いな。それからは定年待てとかおっしゃってたけど全然なんですよ、うん、それからは、まあまあ、じゃあいろいろちょろちょろ30前ぐらいにその会社勤め辞めちゃったわけね、はい、そうですね、結婚して辞めたの、はい、子育てでね、今子育てで辞める人は今いないんですね、今のね、30代で、ね、もうやっぱりこう働き続けるっていうか、ね、うんうん、昔はなんかそういう風潮もなく苦しかろうがあれ、うんうん、時間があろうがなかろうがね、なんかそういう、まあ、産休でも何でもとりあえず子供産んだら休んで、そのままなんか復帰しないみたいなそういうパターンが多いですよね。なんか今はもう産休ね、もう半年休んだら戻るみたいな ね、そういう前提で休みますよね。大変ですよね、うん、だからやっぱ保育園が入れないとか、ね、入れなくてね、うん、大変ですよ ね。まあ、で今の生き方は何ですか？今はですね、まあ本当にこう自分の 歌を確立したいんです、うん、もう少し計算して。素晴らしいですね。ちょっと勉強し直して、うん、いい加減に歌っちゃいけないっていう、いい加減に歌ってた気持ちは全然ないんですけど、でもなんとなくこうこなれてしまったりね、うん、そういう自分をもっと律して、うん、前進したいと思います。すごいですね。全然すごくないじゃないですか、うん、それで早く早くあの聞きたいですね。ああ、じゃあ聞いてもらいましょうか、はい、バッフースランプで、はい、生きがい、イエイ、これで23分です。すごい、あと20、あと23分ですね、はいはい、この時計で47分までやりましょう。はい。で、20、はい。あ、それでその時にこの、あの、話せないけど、このメンバーにね。はい、ということで、はい、聞いてもらいました。ね。ありがとうございます。ちょっとこれはまた斬新な、こう、ね。ラップ調の曲だね。はい。中野はカタラップとか言ってますけどね。カタラップ。カタラップ。カタラップ。あー、なるほど。ね、うん、そうなんですよね。まあそれで、はい、なんかね、新曲出してアルバムを、はい、ベストアルバムなんですけど、2枚組の2枚組、はい、ディスク2は昔のやつですね、はい、はい、ベストみたいな、ベスト、はい、でディスク1は、リテイクしたという、要するに取り直したんです。あ、そうなんですね、うん、はい、全部ね20曲ぐらいは入ってますね。じゃあもう宝箱のような。そうです ね。もうジャケットもうみんなあの予約してもらえると、ええ、いろんなものがなんか特典がある、そうそうそう、だから iTunes なんとかとか、ええ、楽天なんとかとか、ええ、その場所によって特典が違うみたいです、はい、おすすめはとりあえずこっそり教えてください。俺ね5種類何なのかよく分かってないんですよ。あ、そうですか、うん、なんかねいろんなところであの X とかで見てるんで、私どれにしようかなと、うん、いろいろちょっと情報が錯綜してて、ああそう、どうしたらいいかわからないので、こっそりお聞きしようと思ったら結構ご本人ってわかんないです。わかんないですね。そうですね。うん、はい。でね、おめでとうございます。はい。ね、お便り。はい。はい。
メンバーによる選曲と書いてありますが、はい、話せる範囲でお話聞きたいです。例えば誰がどの曲をセレクトしたかとか分かるんでしょうか。アレンジとか改めて録音してるとなど聞きたいですが、どうでしょう。うん、これね、あのメンバーが全部まあオンラインでね、あのズームとかで、あのソニーレコードの人とアミューズの事務所の人とメンバーでね、はい、みんなわー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 2、3回ミーティングして、はい、でじゃあ次のミーティングまでにメンバーあのこれを入れたいっていう曲を持ってきてくれ、はい、で持ってきて、まあ1人、まあ、10曲ぐらい持ってきたかな。あ、そうですか。うん、だから40曲ぐらい出て、で、選んだのはアミューズの社員とソニーの社員ですよ。まあ、メンバーでこう俺はこれをやりたいっていうね。まあでもそんなにね、ベストアルバムも結構出してるんですよ。今で5、6枚も出してるから。あ、そうなんですね。そう出してるんで、はい、まあじゃあこれでまあお任せしますよみたいな感じですよ。で、ね、結局そのアミューズとソニーが決まった。そう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 、決めてじゃあこれやりましょうってんで、で何を収録されてるかっていうのは、その発売まで言わないでくれってことになってるんで、じゃあそれこそいろいろ事情があって、はい、開封してからのっていうかの手に、そうなんですよ、送られてきて、はい、ああこれが入ってるんだと、ああってきっといろんな予想を皆さん立ててるでしょうね。でしょうね。ね、あの意外な曲が入ってる、だそうです。意外な曲が入ってると思います。これベストなのみたいな感じ。そうなんですね、うん、はい、ぐらいの曲が入ってると思うんで、お楽しみに。はい、わかりました。ということでここまで、ここまでだそうです。ギリギリです、はい、はい、ありがとうございます。それではですね、お便りを、はい、はい、あ、そう、あのラジオネーム白黒のワンちゃんより、白黒のワンちゃんより、はい、101匹ワンちゃん的なね、ダルメシアン的なね、今日ね、9月27日は、横浜ベイブリッジが開通した日だそうです。そんな昔なんですね。今から35年前、開通記念コンサートで爆風スランプさんが、横浜市のイベントでベイブリッジの近くに船を出して船の上でライブを、船上ライブなさったんですね。あれベイブリッジのライブだったんだ。覚えてますよ。は覚えてますか。覚えてますよ。私は高校生で学校終わったら高校生、はい、その方ね、白黒の犬さん、うん、はい、山下公園直行して見に行ったのを記憶しております。河合さん、最後に海に飛び込んで泳いで陸に上がってきたの覚えてますか。すごい、覚えてます。今の9月27日と昔のってちょっと水温違いそうですよね。いや、あのね、すっごい冷たかったの覚えてるんですよ。ですよね。そう、やっぱり昔ってもう9月ってもうね、前半だけ暖かくてもうね、後半はね、さすがに暑い。で、港があってね、ずっと手すりがあって、海じゃないですか、でずっとその向こうは海じゃないですか、はい、でそこに台船が浮かんでんですよ。あ、だからその海上からまあ 2,3 メートルの高さにもう巨大な台船が浮いて、そこにステージとか PA とか乗ってるわけですよ。すごいですね。でそこでやったんですよ、ものすごい予算かけて。そうですよね、運んだり大変ですよね。大変だと思いますよ、PA もね。でその 2,3 メートル上から最後の曲だったんで俺は飛び込んだわけです。すごい、お一人だけ。そう、一人だけで、みんな演奏してるんですよ。で、あの演奏の感想、ギターソロのとこがあって、じゃあここのギターソロはフリーにしようっつって、なぜか飛び込んだんです。すごい、ギターを置いてね。そうですよね、ギターを置いて飛び込んで、じゃあ泳ぐぜっつってパッパラハイとかわーって飛び込んで泳いだんですよ。そしたらあのちょっと泳いだらまた戻ろうかなと思ったら、なんとマネージャーが来たんですよ、小舟で。すごい、小舟が用意したってどうって、あのモーターの小ささがついてないかちょっと覚えてないんですけど、それで引き上げられて、あ、なんだ、ずいぶん準備いいなと思って、で引き上げられて小舟で、それでそのね、観客席とその台船の間がやっぱり、ね、30メートルぐらいなんですよ、海が、ね、海が、
でそこをわーって小舟で、やる予定だったんですよね、そしたらねその小舟の中にギターがあったんですよ。すごいすごいですよ。マネージャー用意したのに。さすがマネージャー、うん、でワイヤレスでつながってて、でそこでギターを弾くというね、よくわかんない濡れ手でそうでも着衣水泳大変ですよね。まあ多分ね上は脱いでたと思いますね。あ、うん、で靴も脱いだかもしれない。ですよね、靴が大変ですもんね、うん、だってあれそういう訓練があるんですよね、睡眠。ありますね。俺の時代はなかったけど、今は小学生やりますよね、着衣ね。でまあ船に引き上げられて、それで船に乗って船の上でギターソロやって、その間の30メートルをねわー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 小舟でやりながら、ギター弾きましたね。で戻って、ステージは終わりました。素晴らしいということ、でもそれをその現場にいらしたんですもんね、白黒の犬さんは。ですよ ね、 ね、多分今ねそんなことやる人いないと思いますよ。まあ今結構規制が大変かもしれませんね。まあまず危ないことをメンバーにやらせないみたいなのを徹底してるんで、今はステージから降りるみたいなのもあんまり良くないですね、今はね。あと PA、 今 PA、 昔は PA ってあったじゃないですか、で PA の上に登るとかあったんですよ。今 PA な、今天井から散ってますからね、今は。あ、そうなんですね、うん、やっぱり時代ですねそうですね、まあ、そうですか。私あの山下公園っていうとあの、20年前か25年前、氷川丸ってまだあるのか。ありますよね。あれはもう動かないまま、そうですよね、観光スポットっていうかね、うん、でもあそこちょっとなんか怖かった、ね、ちょっとなんか怖いです、なんかちょっと氷川丸、はい、これでやってそうな感じ。そこでちょっとあの90歳になられるあのジャズ評論家の方がちょっとイベントをやったことあってお手伝いしたんですよ、うん、なんか出たの。全然出てません。あ、そう出てませんけど、なんかね、ちょっとねあのやっぱりこう古すぎて、もう全部ペンキももうペンキっていう感じで。ああ、まあそうです、わ、ね、かりますよ、ね、なんかもうぜちょっと要所要所薄暗くて、うん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 、はい、で天井低いじゃないですか、うん、ね、まあ天井も低いですよね。それその氷川丸で、あの私あのテレビチャンピオンの横浜あっきのグルメ王っていうのを準優勝したことあるんです氷川丸で。懐かしい。怖い、睨んでくださいってみんなこう対戦するからこうやってうん、睨んで、うん、グルメ王、はい、横浜秋のグルメ王って、うん、準優勝したの、はい、な、何それ、どんな企画なの。なんか横浜あのグルメの知識を競うんですけど、うん、まあ、中華街から始まって、でその後こう元町、あ、じゃあ横浜のグルメどれぐらい詳しいかみたいな、それを競うのね。でもなんかあの負けた人泣いちゃったりして結構みんな気合い入ってるんですよ、ね、あ、そう。で実はあれはもうあの今やってない番組なんで言ってしまいますが、うん、出演は応募じゃなくてリサーチ会社がそ の、 あの、うん、職業のバランスをね、うん、なるほど、ホテルのコンシルジュ、ああそうかそうか、中華街 の、 あのメニューを、まあ、キャラが、ね、立ってないと ね、 ね、はい、でジャズシンガー、そうです、シンガー&ライターみたいな、ちょっとフードライターとかやってたので。あ、フードライターの時です、はい、うんうんうん、でそしたらなんかこの中にシンガーがいます、クワマンさんの時にあの何日か3日間ぐらいでやるんですけど、あ、出てくださいって、いませんとか言われちゃってなんかロケ3日もやんの。やるんですよ。それで4日目にもう終わってから、勝敗が決まってから、うん、プロフィール通り1日揃えちゃう。あ、そう。 でもみんなスタッフいい方でしたね。あ、そう。すごいいい人で本当に。でなんかあの私ちょっとその料理も得意っていうことで自宅で料理作るのもやったんですけど、こんな小さいお財布を渡されてこれで買ってきてくださいって、すんごいお札が詰まった。あ、そう要するに夢のこの予算で、はい、あ、好きなだけ。いくら入ってたの大体。だから5、6万入ってましたね。そんなに。そんな使わなかったですけど。あ、そう、はい、こんな小さい小銭入れなのに。あ、そう。夢のお財布って言ってますけど今も。あ、そう。でもよかったね、いい思い出で。そうですね、楽しい思い出じゃん。公園で思い出しました。うん、へえ、はい、泳ぎませんでしたけどじゃあその横浜のグルメ詳しいんだね、はい、詳しい。そうですね、でもなんか一応そのまあ今種を
ね、ね、種明かしてしまうと試験にもはあの試験範囲があるので横浜広すぎるのでこのエリアを一応中区中心に勉強してくださいって言われた、ね、まあ俺が横浜で、グルメで思いつくのといったら崎陽軒ね、まず。ああ、崎陽軒の、はい、あのシューマイ弁当、あれは不動ですね。あれはやっぱね今食べても美味しいよね。美味しいですね。でご飯が美味しいんですよ。あれなんか若干さもち米っぽくないですよね、うん、でツヤツヤじゃないですか。もちもちしてて、でももち米なのかなと思ったらもち米じゃないんだよね。違うんですね。違う、あのちょいちょいちょんちょんとそのごまのね、うん、あのバランスが、そう、あれ味がちゃんと濃くできてるじゃないですか。それでちゃんとこう、うん、はい、冷えてもね、冷えても白いご飯がすむしろ冷えて食えみたいな感じだよね。ですよね、うん、いやというかね、あったかいシューマイ弁当食ったことないな。確かにお弁当はね、うん、お弁当は冷たくていいですね、あれ。もともと駅弁屋さんなんですね、シューマイ屋さんじゃなくて崎陽軒って。はい、それ新聞で特集が出てました。さすがグルメライターあ、そう、そうなんですね。いや昔ね、デビューした頃は、畑中さんっていうね、あのアミューズの、社長、今最終的に社長になって、もう、会長にはなってないんですけど、畑中さんがマネージャーだったんですよ。あ、そうなんですか。でその人が新横浜から乗るんですよ、必ず。あ、ということは必ず買ってく。そう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 おはようっつって、だ大阪行く時とか、みんな当時は東京駅、品川ないから。あ、そうですね。そう、品川ないみんな東京駅から乗って、畑中さんだけ、新横浜から乗ってくるんですよ、そうするとシューマイ弁当必ず買ってくるんですよ、わーいっつってみんな食べて本当にね、あれはねみんなテンション上がりますね。シューマイでしょ、あとマグロの切り身でしょ、あと唐揚げ1個でしょ、であとあんずでしょ、そう、うん、であと、タケノコの煮たのね、あれが味がね。であと紅生姜ね、そんなかな。あとよかった、あの容器が可愛いじゃないですか、あのシューマイのあのお醤油の容器が陶器のね、 あれは未だにまだ、はいはいはい、ね、顔のやつ ね、うん、あれ昔はね、顔あのあれでした。昔はね、あれでできてましたね、あの焼き物で。あ、今もです。え、あのシューマイだけ買うとついてます、あれが。焼き物で。へ、ただあのコルクがゴムなんですけど、昔コルクだったんですね。ああ、なるほど。ははははあれがまだ不動であるんですよ。すごいね。あれすごい集めてる人もいて。容器を。はあ、そう。はい。ね、横浜のグルメといって、はいはい、あの思い出すのはまず崎陽軒。はい。であと有明のハーバーね。ああ、一回ね、あの倒産してファンの力でまた蘇った。さすがグルメライター詳しいね。いやあれがね不思議だなと思うのは、有明のハーバーって横浜名物でしょ。はい。でも有明って東京じゃないですか。ああ、そうですね。うん。なんでしょうね。それもよくわかんない。有明ってテニスの森、有明テニスの森ってあるじゃないですか。いや、ありますよ。あれ東京だよね。江東区でしょ。もうね、あの、ディズニーランド寄りの。うん。ただ、有明のハーバー、あれの横浜名物っていうことになってるじゃないですか。ですね。有明っていうのは、地名じゃないのかな、もしかして。そうですね。あけぼののみたいな、そういう意味なのかな。かもしれませんね。そこまでちょっと追求して。調べてみます。ちょっとフードライターとしてもうフードライターの仕事はしてないの？ないですね。ないですか。はい。あとで、あと、はい、やっぱ横浜のグルメといえば中華街ですよ、はい、そうですね。やっぱ今は全然行かないですけど、80年代すごいよく行った。あ、そうです。あの大中って覚えてる？大中、あの雑中古、あ、中華、雑貨屋大中。あ、あります、あります。大きい中、大きい中ぐらいって書いて大中。あれがすごい流行ってた時期あったじゃん。で、パンダのかぶり物。そう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 。ね、あと、ペラペラの靴とかさ、あれが流行ってた頃よく大中行きましたよ。あ、そうです。横浜中華街の、で、中華街行くと、肉、中華まんね。美味しいんですよね。で、80年代のその中華街の中華まんは、はい、確かに美味しいなと思った。ええー。やっぱそんなに中華まんもそんなに、なんだろう、やっぱ山崎の中華まん、
ぐらいしかたないじゃないですか、ね、あと中村屋ぐらいしか、ね、で、あ、こんなのもあるんだ、そうなんですよ、ドカンとね、あとやっぱ先入観あるから、これが本物の中華まんだ、うまかろうがまずかろうが、これが本物だって言うとやっぱうまいなと思うんですよ、で今はやっぱその観光客相手の、になってしまった、中華街がね、そうなんですよ、だから歩きながら食べるものが売れてるんですよね、あのお店に入らないで、だからこう店頭で買って歩きながら食べてみたいな、そういう人がもうその観光客がね、もうだから焼き小籠包とかそういう世界になっちゃったんですね、だからあの老舗が13店舗ぐらい本当に有名な老舗が潰れちゃったらしいです、え、そんなに、はい、詳しいですねグルメライター、さすが、あ、そう、あの、マンチンロンに行ったら長谷川さんにお声かけてください。なんすか、ミラノ指令でっつって言うとちょっぴりサービス、マンチンロ、はい、マンチンロはほら、あの、やっぱり老舗ですね、やっぱ重慶マンチンロ、はるか火星ロとかね、重慶はあの辺の土地持ってるみたいです、あ、そう、はい、それ何、やっぱあの中国人なわけ、日本人なの、華僑、じゃあ中国人だ、そうですね、もともとルーツが、はい、うん、じゃあ昔渡ってきた人ですよね、そうですよね、だから山谷のすごいところに皆さん住んでます、あ、そう、へえ、私あの山谷の通りのあの学校で、娘の学校でボイトレ講師やってました、13年、あ、そう、はい、へえ、だからそこを降りて元町歩いて中華街歩いて帰ってきたりしました、生粋の浜っ子だよね、いえいえ、世田谷です、あ、そっか、世田谷の野生児です、あとほら、はい、浜トラって流行った、流行りましたよね、うん、横浜トラディッシュ、18歳頃でしょ、あの、そう、女の子たちがね、美浜の靴に、ぺったんこの靴に、なんか紺のこう、ね、そう、紺のスカート、巻きスカートみたいな、あれ何、紺のハイソックスサークルですね、そう、そしてこう、ボロシャツなんですよね、そうよ ね、浜トラね、で、その北村っていうところのバーク、あ、そうそう、北村ですね、うん、それをみんな買ってね、今の人は多分分かんないよね、分かんないですよね、うん、だって俺が 18区の頃だからもう45年前だもん、すごいですよね、浜トラ流行ったので福蔵っていうなんか辰野お年子のあのトレーナーとポロシャツが流行った、それもやっぱりその中に浜トラの中に入ってるんですけど、すごい高いんですよ、あのトレーナー2万円ぐらいする、あ、そう、いや俺は浮気もしてて、あ、そう、はい、いや俺はほら男だから、でも男の人も、え、あ、そう、で俺その貧乏だったからバイト生だ、いや18区なんてもう本当バイト、ね、ちょうど中野とモンテローザっていう滑車の喫茶店でバイトしてた頃、でそこに来るお客さんがみんな浜田の格好してんのよ、当時ね、で何だろうな、それはだからリッチな学生ですよね、あと OL とか、ね、OL、 そうそう、みんなそれを、で男の人はみんな、あのサーフィンね、あー、サーファーね、丘サーファー的なね、丘サーファーっていうのも流行って、で車、ハイとかいう雑誌が出てね、サーファー雑誌、よく覚えてるね私もサーファーじゃないですか、友達がね、その、うん、こう抱えてね、うん、そう、それで車にサーフボードをつけてるんですよサーフィンしないのそれちょっとあまりにも飾りすぎるそれが丘サーファーつってバカにされてたんだよね、ですよね、そう、かといってあのすみません、こうやってしょってね、うん、電車に乗ってる人もいましたね、いましたね、キルティングのカバー、そう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 ちょっとあれも邪魔でしたよね、でそれで、ね、そのバイトをね、モンテローザンの中で、やっぱ10人ぐらいいるじゃないですかバイト生が、そのうちの5人ぐらいはサーフィン行ってましたよ、やっぱ千葉だから、みんな行くんですよ、九十九里とか、ああいいんですよね、あっちの波が、ね、らしいですね、俺一回も行ったことないけど普通には、うん、ねえ、で朝4時ぐらいに行くんですよ、ね、サーフィンに、で8時ぐらいに戻ってきて、あーの波の乗ってきたよすごい、乗れてんのか乗れてないのか分かんないけどそういうことを話すんですよね、そうですね、なんか本当にまたタイムスリップしましたね、このね45年前の話ね、がね
もうノリノリで話せる人なかなかいないんですよ。あら、誰でどこでしょうか。またこんな感じを続けていただきたいんですが、いやまあいいですよ、ま、来月もね、ええ、はい、もちろん、はい、あとね、はい、5、6分ありますよ、時間。嬉しいです。大丈夫、大丈夫ですよ、はいはい、いやだからね、本当に80年代はもう本当にね、すごい時代でしたよね。そうですね、やっぱあの頃ってその多分アメリカってね、あの黄金の、20年代とか50年代とか、そういう言い方があるじゃないですか、やっぱ20年代と50年代ですよね、多分アメリカは、50年代はそのあのダラダラダラなんなジェームス・ディーンとか、やっぱ60年代になるとやっぱ暗くなっちゃうんですよね。ベトナム戦争始まったり、南半ですかね、そう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 、で20年代はやっぱね、その禁酒法以前の、その29年に大恐慌になるから、それまでがものすごい時代だったんですよ。でゴールドラッシュっていうのは何年前ですか。ゴールドラッシュは分かんないです。その前ですよね。だいぶ前、ゴールドラッシュはだって1800年代だと思う。そうですね、世紀が違うと思うんで、20年代と50年代で、が黄金の時代って言われてるんだけど、やっぱ日本はやっぱ80年代だと思うんですよ。ああ、そうですね、多分そのバブル前夜からバブルにかけて、だからその時代が本当に、だから俺未だによく分かんないんですよ、だから本当にすごかったのか、それとも自分が20代だったでしょ、だから人間にとって20代って一番輝いてる時代じゃないですか。そうですね、だから輝いて見えたのか、だからそれをかぶってるわけ、80年代と自分の20代がかぶってるわけ。俺1960年生まれだから、21から29までを、そのしかもバックフースランプでデビューして、売れたのが28区ぐらいだから、23でデビューして、その時代とバブルの時がちょうどこうリンクしてるのよ、だから何がすごかったのかよくわかんないけど、とにかくすごかったなと思って。私だからヨガバブルの時全然貧乏で、なんか本当に毎週どうやって暮らそうかな、そんなことないです。本当です。だって就職したでしょ。あ、だからもうちょうど私が辞めた、その、あ、辞めちゃったのかな、会社 Y 社を辞めた時、辞めた直後くらい。それは秘密なの、 Y 社は。あ、いいです、柳瀬ね、はい、だって柳瀬なんて結構バブルの時にものすごい伸びた会社でしょ。すごいです、すごいです。私その前に辞めちゃったの、そう、直前ガッツッで、今はね、今コンサートに元その時の社長がいらしてくださるんですよ、今84歳。ああ、なるほどね、だってバブルでベンツがものすごい売れて、そう、今も売れてるみたいですね。あ、そう、でも柳瀬専属じゃないでしょう、ね、そう、だからそのね、もうなんとかジャパンとかになっちゃって、別れちゃったから、そのね、販売権が取られた時にも元の次郎社長も激怒したし。あ、そう。まあでもね、その80年代にその貧乏してたっていうイメージがわからない。柳瀬に勤めてて辞めちゃったから貧乏だったな、 あなたは。ちょうどその子育て、生まれて育てる。なんでその時結婚してるわけでしょ、結婚してて、だって旦那さんが働いてるわけでしょ、だってその頃ってもう本当に安月給ですよ、まだ若いしね、あ、じゃあバブルの恩恵を受けてないわけですね。全然ないんです。でもね、バブルの恩恵っていうことで言うなら俺も全然受けてないです。本当ですか。本当に全然受けてないです。だってバブルの恩恵って、その不動産思ってる人とか、あと株を買ってる人とか、そういう人でしょ。そうですね、俺そんなもん全くやってないし。そうですよね、でも、あ、やってらっしゃらないんですね。やってないですよ、やっぱりその若さ、いくらメジャーにデビューしてても。そうですよね。そう、いやね、だってその売れたからマンション買いましたとか、そういう、いや、そんなに儲かってないですよ、さすがに。だってものすごい、後からついてくる感じですもんね。そう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 、だからね、恩恵がね、いやでも多分恩恵を受けた人は痛い目も見てるんですよ、多分ね。そうですよね、バブルはもう一瞬で崩壊したからね、そうだから、まあ、あの広告業界とかね、
あれですね。まあそうですね。なんかね、カメラマンボルボ乗ったりとか ね。あのほら。あとあのタッケンタッケンタクシーのバババババみたいなね。はいはい、うん、あとマルキンマルビとか流行ったじゃないですか。ねえ、うん、本当ですよね。マルキン花丸、うん。そうですね。そうですよ。なんか名刺であのご飯食べて名刺置いてって払わないみたいなね。そういう人もいたみたいですよ。それは知らないです。私はあのそう知り合いってそういう恩恵そういう名刺でごちそうになったこともないですけど。なるほどね。はい、昔話つけないですけどね。すいません。また来月昔話しましょう。お願いいたします。やっぱこれタイムスリップの時間にしましょうよ。そうしましょう。もうエンドレスでね、話が一緒に言われてます。本当にパパラ河合さん、レギュラーありがとうございます。ありがとうございます。じゃあこれから楽しみです。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。